思い出の罪プラレ優秀。バンダイ。うるせえ奴ら。愛しのラムちゃん。いらっしゃい。おう、ありがじゃないか奇遇だな。ガンプラ買いに来てたのか。相変わらずだな。君、バカを言っちゃいかんよ。今日は気分を変えて、バンダイの48シリーズを買いに来たのさ。ガンプラばかり作ってると思われてるとは心外だな。いやいや、そこにあるのは、うるせえ奴らのラムちゃんのキットではないかな。へえ、欲しいのかい。まさかな、そんな軽薄なキットを俺が買うはずがあるまいよ。アリがこそ購入する寸前だったのではないのかな。はっはっは、硬派なジャンプ派のこの俺が、軟弱なサンデー派のプラモデルなんて買うわけがないだろう。貴様もほうけてないでキットでも選んだらどうかな。またタミヤの参考だろ。うむ、そうさせてもらおう。こいつ、ラムちゃん狙ってやがるな。うるせえ奴らとは、1978年から1987年にかけて、週刊少年サンデーで連載されていた、ご存知、高橋留美子大先生の出世作である。主人公の女好きの高校生、諸星あたるを中心に、押しかけ女房の宇宙人で、ヒロインのラムちゃん以下、個性的な面々が所狭しと暴れまくる、ドタバタギャグ漫画だったのさ。当時は、週刊少年ジャンプの黄金期だったものだけど、この作品と、足立みつる先生のタッチだけがジャンプに対抗できる、数少ない漫画作品だったものなんだい。なんせ、常時ビキニ姿の美少女がいるわけなんで、絵面は最高。ガンプラブームドンピシャのガキンチョにとっては、まさに、甘酸っぱい青春そのものと言っても過言ではない作品なのですよ。冴えない男の子の家に美少女が転がり込んで、なんやかんやってだけ言うと、俗っぽい言い方をすれば、最近の萌え漫画みたいなんだけれど、高橋留美子先生の作風はもとより、構成力と構想力も素晴らしく、当時の社会人にも認知されるほどの影響力を持った、超有名な作品だったものですぜ。当然、この作品に感化されて、作風を真似たフェイクが乱立したわけで、今でもその流れが脈々と続いているのは、みんな知ってるはずだよね。最近流行りなのかどうかは知らんけど、深夜とかにやってる萌えアニメなんかは、うるせえ奴らのフェイクの、またまたフェイクのって感じで、30年も劣化が進んだ結果生まれた存在なのですよ。少なくとも収益性は確実に減ってるよね。最近、上っ面だけをコピーした、薄っぺらい作品が多いのが困りもんだよ。そうだよね。漫画家デビューを果たして、プチヒットを飛ばしたまではいいけれど、その後続かず、漫画で食っていけず、潰しも聞かずにこれからどうしましょうってやつが、あまりにも、そう、あまりにも多いんで、あえて、この手の漫画でデビューするのを避けるやつもいるご時世なのでござりまする。アニメのうるせえ奴らは、1981年から4年半の長期にわたって放送されたのさ。この手のアニメは1年も続けばいい方なんだけど、4年以上も続けば一過性のブームではなく一時代とみなされるわけで、その影響力は計り知れないものがあったものですよ。当然、この分野での先駆者として知られており、後発のアニメの追従を許さないレベルの存在だったのだ。映画は6本、オリジナルビデオアニメも作られ、関連商品の売り上げは100億円。特に、オープニング曲やエンディング曲がたびたび変更されては、ヒットを飛ばすなんてのは、これまでのアニメではありえない現象だったわけで、俺らにすれば、レコードの販促品のポスター欲しさに、隣町まで行って予約しまくったものなのさ。これは、当時の田舎ではレコードなんてもんは、電気屋で取り扱うところが多かったこともあるんだけれど、そんなところに限って販促品のポスターがついてねえ。しかも、うるせえ奴らのレコード、いやいや、関連商品なんて買ってるなんてのが皆にバレたら、学校ですんげえ嫌な思いをするに決まっていたりしたもんだよ。なんせ、当時のアニメマニアは、臭い、汚い、気持ち悪い生き物、みたいな感じで、人間扱いされていなかったものなのですよ。本当だよ。怖えよ。不良やヤクザなんかよりもすんげえ怖い。気持ち悪い。点数集めたら、うるせえの単行本がもらえる風船ガム送ってただけで、ダチにバカにされましたよ、こんちくしょう。アニメのうるせえ奴らのチーフディレクターは、当時、スタジオピエロに在籍していた押井守さんが務めていたわけなんだけど、当初の視聴率低迷とか、ラムちゃんの胸のシーンとか、メガネくんなどの原作との違いとか、劇場版のこととか、PTA の抗議とか、他にもたくさんあるのだけれど、体力、精神ともに消耗して降板しちゃったんで、今後一生、テレビアニメの制作はしねえと心に決めたのでござんすねえ。キットの値段は500円。ガンプラブームの最中だった1982年に発売されたキットなのだ。キットは4種類発売され、全部かどうかは知らんけど、イラスト調とアニメ調のパッケージがあったりした問題。単純な出来なら一番かもしれない。きらめきラムちゃん。完成見本とぽっちゃり体型がなんか違う。愛しのラムちゃん。ラムちゃんの UFO の台座に、おまけフィギュアのチェリーとテンちゃんの存在が大きい。ときめきラムちゃん。スカートの脱着が可能なセーラー服を着た上、パンツにはリボンまでモールドされたのがデカルチャーな衝撃だった。
ハイスクールラムちゃん。いくらガンプラが大ブームになったとはいえ、アニメのプラモデルは、スケールモデルよりも格下というのが当時の常識だったものですよ。バンダイさんにしろ、48の機甲士団シリーズがまだまだ現役の頃なわけで、モデラーたちは、バンダイさんがなりふり構わず方向転換したことに、この時気づいたのでございます。すんげえ高価なプラモデルの金型に、ラムちゃんのビキニやパンツをモールドした職人さんは、一体何を思ったことだろうね。これは恥、恥なのですよ皆の衆。そもそも創作活動自体が己の恥を晒す作業だったわけですよ。どんなみっともない創作物でも、作ったからには人目に晒すのが、クリエイターの心意気ってもんだったんじゃねーですかい。嫌な時代が来たもんだ。なんて頭を抱えるスケールモデラーを尻目に。ついに俺たちの時代が来たのかー。勢いよく吠えたアニメモデラーの連中には、確かに、そう、確かに恥があったのだー。赤っ恥だけどね。今回のキットは当然、シリーズ2作目、愛しのラムちゃんなのですよ。正直、美少女フィギュアの原点とも言えるキットなんだけど、作例の出来が当時のガキンチョの目線からしても最悪で、橋の下で拾ったカピカピのビニ本のモデルみたいで、いやあんな感じになったものでありんす。まあ、塗装がベタ塗りなのはしょうがないよねー。この頃は、フィギュアの肌色部分の塗装法のノウハウが、まだ確立していない頃なわけで、今なら白地にして、エアブラシで部分的にシャドウを拭いた後、薄めの肌色を被せていくのが定番なのですよ。俺が知ったのは、Gポートのセーラームーンの瓦礫が流行った頃だったねー。結局一個も作らんかったよあのシリーズ。成型色は3色。使うと後悔する瞳でカール付きなのが一応売りだったものなのさ。パーツの合いが良くないんだけれど、当時としては珍しくきちんと色分けされており、特に、肌色の成型色のパーツの質感が秀逸だったものですぜ。この肌色の部分のパーツは完全な無垢であり。モデラーの皆様、どうぞご存分に削っちゃってくださいねハートマーク。なんて文字が、俺様には踊って見えたー。かもしんない。前にも言ったけど、この時期はポリパテが珍しく、かつ高価な時期だったんで。ガキンチョの改造マテリアルの定番は、乾燥すると引けまくるタミヤのラッカーパテか、いらないランナーを接着剤で溶かしたランナーパテだったりした問題。改造ともなれば、当然、鉄ヤスリやペーパーで削ることしかできないわけで、当時のガキンチョには、ベタ塗りでの発色が難しかった肌色での塗装は考えられず、パーツの字を生かした改造が基本だったのだー。そして、このキットを語る上で、モデラーなら外すことができないネタがあるはずだよね、そうだよね。おそらく、40オーバーのモデラーならみんな知ってるはずなのですよ。前回の動画で告知した段階で、あの本のネタを紹介するに違いねえ。なんて思ったやつも多かろう。そう、当然、テレビランドワンパック、なんでも改造放題図鑑のネタなのだー。この本はねえ、当時のガキンチョに当時のモデラーが、プラモデルの改造の仕方を教えちゃる的なノリで、カオス生改造まがいの技術を、痛い気なガキンチョに広めた禁書的なノリの本なのでございます。まさに当時を知るやつには至高の一品。市場にはあんまり出ないんで未だに買えてないのでございます。最近は安いみたいなんだけどね。だが、しかし、内容はちゃんと覚えてますのでもう満タイ。約分の1ガンダムのコアファイターを、コアブロックに完全変形できるように改造してしまおう。とか、モノアイを改造するのだー。などと、ガキンチョのハートを見事にキャッチする、煽り文句が目白押しだったのですよ本当だよ。そして、ここからが本番。このネタ本の真骨頂。ラムちゃんのキャラ人形を改造して、たっぷり楽しんでしまおうのコーナーなのだー。ラムちゃんのビキニは毛皮っぽいので、フェルトで作るといいよ。とか。胸のポッチは、0.3 ミリプラ棒で作るといいぞ。なんて確かに書いてあったよね。これはー、後に、ピンバイスで穴を開け、プラ棒を刺し、表面をペーパーで整えるという方法に発展するこの方法は、まさしく、装甲機兵ボトムズのスコープドッグのキットで、延々とモデラーが繰り返すことになる、リベット打ちの作業そのものだったのだー。いや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 違うよね。昔から AFV でも使われているテクだよね。そうかー。ラムちゃんのポッチとスコタコや AFV のリベットに共通項があったとは、驚き桃の木三所の木。確かに、リベット打ちに必要なのは、やるぞ。という記憶だけだよねー。たかが胸のポッチと言って侮ってはいかんとわかん無用。恐れ入ったぜわっはっは。さて、真面目な話、今このキットを作ろうと思えば、無垢の部分の引けの処理もあることだし、魔改造うんぬんはともかく、めんどくさいビキニやパンツとかのモールドは削っちゃって、全体のプロポーションの修正後、パテとかで衣服を再生することになるのだろうぜ。プラモデルとしては珍しい、壁掛け用のベースも使ってやりたいところなのでございます。今回はかなり敵を増やしたような気がするね。次回のキットは、これだ。